はい、皆さんこんにちは、デジです。今回はですね、メモリーカードを紹介したいと思います。まあ、メモリーカードといってもですね、 SD カードではなくて CF エクスプレスタイプ A のメモリーカードをね、紹介いたします。はい、もうね、これ映っていますけれども、このカメラね、 α7-4 です。まあ、12月にね、昨年の12月に発売されたばかりでね、非常に人気のカメラで、まあ、今注文するとね、2月下旬とか3月上旬までね、ちょっと待たされる人気機種なんですけれども、このカメラはですね、メモリーカードが2スロットありまして、そのうちの1スロットがですね、 CF エクスプレスタイプ A に対応しております。なのでね、私もね、かなり高額な製品なんですけれども、 CF エクスプレスタイプ A を購入いたしました。はい、ではね、まずそのね、 CF エクスプレスタイプ A なんですけれども、カードリーダーもね、必要なんで、これもね、同時に紹介していきたいと思います。まずはね、カードリーダーから紹介していきます。はい、これがね、ソニー純正のメモリーカードリーダー MRW-G2 でございます。はい、まあ、ソニー純正だけあってね、ここにソニーロゴがね、印字されておりまして、かっこいいですね。でね、これ無駄にね、質感が良くて、デザインもね、かっこいいと思いませんか？うん、やっぱりね、こういったカードリーダー一つでもですね、こういったデザインがいいとか質感がいいとね、使っていて気持ちがいいものです。で、このようにね、ここに印字されてますけれども、 CF エクスプレスタイプ A とですね、 SDXC の UHS-2 に対応したハイブリッドのね、カードリーダーとなります。はい、ダブルスロットではないんですけれども、どちらかね、いずれ CF エクスプレスタイプ A か SD カードスロット、SD カードどちらかをね、させるような仕様になっております。で、CF エクスプレスタイプ A を挿すときはね、表向きで挿して、 SD カードをね、挿すときは裏向きで挿すような仕様になっております。で、ここを見るとですね、 LED ランプがついておりまして、これパソコンにつなげるとですね、青く点灯します。で、書き込みとか読み込みの時はね、点滅して、目視で分かるようになっております。はい、で、横はね、こんな感じですね。はい、ちょっとね、他のカードリーダーと比較するとちょっと大きめのね、サイズかもしれません。まあ、手のひらにね、置くとこんな感じなんですけれども、うん、若干ね、縦長でちょっと大きいかもしれませんね。で、裏を見る、裏っていうか背面ですね、背面を見るとですね、このように USB-C 端子になっておりまして、これをね、パソコンにつなげることになります。このね、 USB Type-C はですね、 USB3.2Gen2 に対応しておりまして、最大 10GBps に対応しているんでね、めちゃくちゃ高速です。はい、で、背面を見るとですね、このように足ゴムがね、ついてるんで、滑り止めもね、しっかり対応しております。はい、で、あとプログレードさんだったかな、サードパーティーでプログレードさんっていうね、メーカーがあるんですけれども、まあ、似たようなね、メモリーカードリーダーを出してるんですけれども、あちらはね、磁石がついてますけれども、ソニー純正はね、この足ゴムだけです。はい、いやね、ただね、これ質感とかデザインはね、めちゃくちゃいいんで、まあ、どうせ買うんだったらね、ソニー純正の方が、まあ、若干3000ほどね、高いんですけれどもね、私だったらもうソニー純正一択でしたね。はい、で、付属品、こいつのね、付属品なんですけれども、ちょっとね、短めのケーブルとなりますけれども、USB Type-C2 Type-C と USB Type-C2 USB Type-A のね、短めのケーブルがついております。もちろんね、 USB 3.2 Gen2 に対応しております。
で短いケーブルなんでね、ちょっとね長いケーブルがいいなっていう方はサードパーティー製のね USB 3.2 Gen 2にね対応したケーブルをね別途購入した方がねいいと思います。それではですね、 CF Express Type A のねメモリーカードを紹介します。もうねこの α74 にね刺さっているんですけれども、ここにねメモリーカードスロット、デュアルのねメモリーカードスロットがあります。で上の方がですね CF Express Type A か SD カードスロットとなっておりまして、下がね SD カード専用のねスロットとなっております。ちょっと抜いちゃいますね、はい、両方抜いちゃいます。はい、でこれがですね、はい、ソニーさんのタフシリーズですね、 CF Express Type A のですね 160GB となります。はい、でサイズをねちょっと比較するためにここにね SD カードスロット SD カードを置きますけれども、こんな感じですね。 CF Express Type A の方がですね小さいんですよね、うん、で小さいんですが書き込みとか読み込み速度はねめちゃくちゃ恐ろしいぐらい速いです。はい、ここにもね書いてありますけれども、書き込みが700MB/s で読み込みがね 800MB/s となっております。これめちゃくちゃすごくないですか。ねシリアル ATA の SSD よりもね速いスペックなんですよね。いや恐ろしいですね。まあ価格も恐ろしいんですけれども、これね 160GB でだいたい3万円ちょっとします。もう購入するのねかなり気合が入りました。うん、でねこれがね SDXC のね UHS2 となりますけれども、ぶっちゃけた話ね α74 だったらこの UHS2 でもね十分戦えます。個人的にはですねこの SDXC の UHS2 でもね十分だと思ってるんですけれども、CF Express Type A じゃないと書き込みができないモードもありまして、それはですねまあ図でね紹介しますけれども、 4K のねスロー&クイックモードとか、まあ、静止画で言うとですね1000枚以上の高速連写、またはね非圧縮ロープラス JPEG 形式でね最大約828枚のね高速連写をしたい場合はね、この CF Express Type A じゃないと、まあ、書き込みがね間に合わないですよっていう公式でね言っています。まあね私何度も言いますけれども UHS2 ですかね、でも十分だと思ってるんですけれども、この CF Express Type A のねいいところ、まあ価格はねかなり高いんでコストパフォーマンスはね正直めちゃくちゃ悪いんですけれども、やっぱパソコンでねこの動画データとか静止画データをね転送するときコピーするときにねめちゃくちゃ速くて便利です。はい、まあねこのあたりにですねクリスタルディスクマークの、ベンチマークをね表示させますけれども、まあ早い早い、うん、このここにね書いてある通りちゃんとね書き込み 700MB/s 出ましたし、読み込みもね 800MB/s 出ました。で転送速度がねえげつないです。このねカードリーダーで試したんですけれども、もうね毎秒 670MB/s 前後で転送ができちゃいます。これがね一番のメリットだと思います、このね CF Express Type A をね使うとき。あとはね特殊な動画とかですね、静止画、まあ連写ですね、高速連写したいときはこれをね購入した方がいいと思います。はい、まあ価格はねかなり高いんですけれども、
まあ、タフ仕様でね壊れにくいっていうのもありますし、まあ、何よりね早いにね越したことはありません。まあ、UHSDXC のね UHS2 でもねいいかなとは個人的には思いますけれども、まあ、とにかくね最高スペックで最高のね環境で撮影したいっていう方はねこの CF エクスプレスタイプ A をね購入した方がいいと思います。はい、ということでね今回はなかなかね私も購入するのにねかなり悩んだんですけれども、まあ、レビューアーとしてね1枚ぐらいこのね CF エクスプレスタイプ A 持っていないとダメだなと思ってね思い切って購入いたしました。このねカードリーダーとこの CF エクスプレス160GB のタイプ A のメモリーカード2つでねだいたい5万ちょっとしましたけれどもね、はい、その分ねかなり快適な環境になったっていうのはね間違いないです。はい、まあ、デジタルバカのねチャンネルではこういったねガジェットメモリーカードとかねカメラなどのねレビューもしていますんで、もしよろしければチャンネル登録ねよろしくお願いいたします。それでは。